おもろいよね。ただの通学なのにさ。ライダー、頑張った、ありがとう。ちゃんと寝れてましたか？寝れてたけど、埼玉のおいたん推ししか勝たん。ありがとう。偉すぎて押しちゃいそう。まあ押しとるだろうが。遠距離通学って距離じゃねえ。それな、新幹線で2時間、まあ、1時間40分ぐらいと、まあ、何？地下鉄で12分ぐらいだから、まあ、2時間だよね、広島駅からで言うと。片道1万ぐらいかかったから。怖かったです、マジで。諦めなくてよかった。マジで中退するとこだったわ。危なかったです。謝罪 おめでとう、ありがとう。そう、でも STU の活動もね、たくさん恵まれた環境でやらせていただいて、そしてこの結果ですから、本当に恵まれてるなっていうありがたい気持ちです。感謝です。ありがたや。でもすごい、みんなおめでとうって言ってくれてありがたい。ありがとう。通勤4時間の日帰りに慣れてしまってて、感覚も確かに東京日帰りよりは近いか。みけちゃんタワー2個くれた、嬉しい、ありがとう。水色の STU カラーのキラキラタワー、みけちゃん2個ありがとう、嬉しい。すごい、今日なんかここがさ、水色が溜まってきてウキウキするね。まあでもね、1年目の時は学校なんて行けるわけないって感じだったから、ちょっと落ち着いてきた今だから、この時期の STU だから行けたっていうのもあるし、そうそう、タイミングですね。水色が溜まってきたって、ストレッチマンかよ、懐かしい。ストレッチマンよろしく。みけちゃんありがとう。いや、今でこそね、結構学業優先してもらえるけどさ、昔よりはね、いろいろありますからね、環境の違いとかも。もう感動しました、とんでもない。ミ ケちゃんありがとう。ダブルタワーありがとう。勝手にすごいって書いて。淳二君生きがい、本当、もうこれからも押してください皆さん。もうないですよ、何も。今から大学院行くとかもないです ないし、なんか起業するとかも全然ないし、そうそうそう、しれっとなんかアイドルプロデュースするとか、そうそう、なんかお店立ち上げるとかも全然ないんで。本当にもう何もないんで、もう心臓飛び出ないと思うんですけど、これからも奇想天外なことして、推してておもろい、推してて面白い、推しがいのあるアイドルになれるように頑張ります。 はい、
今んとこ今んとこね。そう、株式会社 STU、 いや入らないよ。私自分が現役でやってないと、フクフェスでもそうだけど、自分が現役でアイドルやってるから意味あると思ってるから。そうそう、裏に今回ろうとは思わない。表でやってることからこそ意味があるな全部って思うからね。なるべく自分がアイドルで演者で入れるうちは演者としてめっちゃ頑張ろうと思ってるんで、安心して押してください。とにかく頑張りました、私本当に。あの大学卒業してやりたいこととかマジでないから、本当卒業したっていう資格だけ取れてよかったです。頑張った、本当に頑張った、マジでウリトル頑張った、ありがとう頑張った、ありがとう頑張った親族一同安心って感じですね。熊さんおめでとう、ジョッコありがとう、おめでとう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 ありがとうございます。めでたいマジで、我ながら。本当ありがとうね、本当にみんなのなんかその声が、応援の声が嬉しかったし、なんかまあ大学行ってて一番しんどかったのはやっぱスケジュールだったから、うん、それを乗り越えれたのもなんかアイドルにの仕事に穴を開けないって決めてやったから、それを達成できたのもやっぱみんながね、福田あかり推しの人たちが福田あかりを待っててくれてるなって思ったから頑張れたので、みんなが卒業させてくれました、みんなありがとう。そして隠し通せた、私もう偉い隠し通せた、私のアイドルのポリシーとしてあの言ってますって絶対言いたくなかったので隠し通せてよかったです、本当にありがとう。なるさん頑張った、ありがとう。完全推ししか勝たん、勝たんたわ、推ししか勝たんたわ、カタカタ、推ししか勝たんたわ、ありがとう。よし、これからも押しててよかったなって思ってもらえるように頑張ります。 G3 号尊い10個ありがとうカタ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 ンと本当写真集も出せたし、福フェスで私の中のレジェンドたちといっぱい共演できたし、マジで本当に言うことない、みんなのみんなのおかげで楽しめてます。一緒に楽しもう、これからも。それに大学卒業っていう目標も叶ったし、よかったです。カンズありがとう。でもまだまだやり残したことはいっぱいあるから頑張るよ。交通費自分持ち当たり前や。会社が学校の声出すか。自分持ちだよ。おめでとう、ありがとう。そう。よかった。しかもさ、後期のじゃ前期の授業終わってからさ、卒業できるか発表されるまでに2ヶ月ぐらいあって、マジずっとハラハラしてましたこの夏はい、これ以上何を手に入れようというのか、それは今見てるあなたのハートです。ほらドラです、アイドルできてるでしょ。こんばんは。
はじめだよ。頑張ったわ。ありがとう。嬉しい。夢しか勝たん。卒業おめでとうございます。頑張った。いや、夢しか勝、夢を一緒に追いかけてくれるみんながいるからです。ありがとう、いつも。本当に。本当にありがとう。あんたすごいよ、そんな。いや、やばい、やばいよね。ありがとう。初めだよ、頑張ったわ。ニラボタワーに続き、ありがとうございます。さまざまだとは。宮重駅、ミラボありがとう。タカ、ミラボありがとう。あ、いつも初めだよがミラボでみんなのタワーを照らしてるからお返ししてるみたいな感じ？優しい。優しい。優しい世界。はじめだよ、みんなもありがとう。あ、今日のラテ載せてない。あ、0時5分までに載せます。大事なこと忘れてたけど。まあいいや、今日はいいや。ちょっと許してもらおう。監督、俺の嫁。俺の嫁。ありがとう。テリピー、みらぼありがとう。ウィニーボーイ、堺、みらぼありがとう。優しい世界なんだけど。私が照らされよう。あったかい福田ルームが大好きです。皆さんもう本当にありがとう。ひろふみ、みらぼありがとう。おいた、みらぼありがとう。イエーイ。今日のラテ結構楽しみにしてる。嬉しい。もう私も今日のラテ何にしようかなって考えたから生きてるからね。そう、後で載せるね。こんばんは、いいルームです。ありがとう。かんず、みらぼありがとう。いやー、もうみんなに受け入れてもらえてよかった。ちょっと不安もあったから、なんか不安すぎて一回ツイートする前にファンクラブでジャブったんですよ。じゅんちくん、ベアありがとう。そう、だからファンクラブの人が先に知ったの、なんかあるぞって。でファンクラブでジャブって、今からそうなんかツイートするけど、あの反応よろしくね、本当に頼むよみたいな、一回ジャブったんですよ。そうで、一回安心してからこうツイートしてしたら、みんながなんかビビってた。えみたいな、おめでとうっていきなり送れなくて、多分ええおめでとうってなってた。どういうことみたいな。でもちょっとみんなをビビらせすぎなのかなって不安だったので、ありがとう、おめでとうって言ってくれて。ポンタロウ、ミラポありがとう。何それ、怖い怖い、もう終わるんやけど配信。すきちゃん怖い、香川県怖い。なんか金量が来た、大量の、全部酒じゃんこれ。金量、これ飲むんかな、このあとパパとママと酒盛りかな、私明日バーベキューなんだけど。金量が来た、酒飲み干して明日ベロベロで行くかもしれない。無理だよ、水割り一杯で酔っ払う。やばい、香川怖い、香川県怖いです。パパとママと確かに、でもディナーとかしてないから、ちょっとこのあとね、語らうのもありですね。明日バーベキュー行くなんで、ちょっともう帰りますけど。はい、怖い怖い。ありがとうございます。生の人とベア、ありがとう。あれだけアイドルが全力だったから嘘かと思った。そうよね、大好き。ランキング読もうかな。みんなありがとね、ほんとありがとう、たくさんのおめでとう、嬉しかったです。近いし
何かと優秀だと感じたけど、移動車で学びながらアイドルと両立してるとは思わなかった。頭が上がりません。時間かかったみたいだけど無事に卒業できてよかったね。ありがとう。なんとかなりました。これからもよろしくね。タカ、改めて卒業おめでとう、よく頑張ったね。やっぱり福田あかりって本当にすごい。これからも応援してるよ。ありがとうございます。これからもよろしく。俺も見せたい。テレビランキング読める？はいね、カレちゃん、カレちゃんかわいいね。ナッカー、ありがとう。ナルさん、ありがとう。カンズ、ありがとう。テリピー、大学お卒業おめでとうございます。心から尊敬します。最初の投稿見た時は同志社って書いてあったがロケなのかなと思っていて、事実を理解した瞬間、電車の中で普通にでかい声ではぁって声を出しました。7年分のサプライズ成功、本当にすごい。おめでとう、押しててよかった。いや、そうだよね。確かにロケかと思うよね。おもろい。ありがとうございます。監督、次おめでとう。思ってたよりすごい自慢の推しでした。偉い。写真集でも参加できたし、ゆっくりフェードアウトしようと思ってたのに無理でした。大変よくできました。え、フェードアウトしようと思ってたの？させないよ。これからもよろしくね。これからも楽しませるわ。ありがとう。埼玉のいたん、ありがとう。淳二くん、僕らの想像をはるかに超えてくるスーパーアイドル福ちゃん、福田推しであることを誇りに思います。くれぐれも体には気をつけて無理なさらぬようよろしくお願いします。こちらこそ。これからも安心して推してもらえるように健康に気をつけて頑張ります。ありがとう。山猫坊主、ありがとう。ホタテ様、ありがとう。ミケちゃん、頑張ったという言葉じゃ語れないよ。初期初期頑張ったし、初期だし、可愛いよね。うん、めっちゃ可愛いありがとう。初めだよ。夢しか勝たん、福ちゃんしか勝たん。卒業おめでとうございます。次の夢は何だろうね。次の夢なんだろう。福フェスボリューム4。とりあえず一安心してから、一旦落ち着くありがとうございます。はい、というわけで、私が福田はって言ったらストーチって言ってください。おりますと、福田はストーチ、三度の名称はどんな決まり。香川県出身の福ちゃんこと福田あかりでした。皆さん今日も一日ありがとうございました。お疲れんこ、おやすみみずみです。無事大学を卒業することができました。皆さん本当にありがとうございます。たくさんの祝福の言葉、 SNS もぜひチェックしてください。じゃあ別に明日からも普通に今まで通りアイドルやっていくんでよろしくお願いします。いっぱい押してください。たくさんのおめでとうの言葉、ギフトもコメントもありがとうございました。これからも